毎回さまざまなゲストがヘタリアの魅力を余すところなく語り尽くすヘタリアビューティフル座談会、3回目となる今回は一体どんな裏話が聞けるのでしょうか。ヘタリアビューティフルワールドをお買い上げの皆様、こんにちは、イギリス役の杉山範明です。安本裕樹です。この映像はですね、ヘタリアザビューティフルワールドの DVD ボリューム3の特典としてお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、特典ですよ。特典ですね。お互いがね、僕が体の大きさは大体同じぐらいですけど、小西さんにはほんとすいませんね。いや、こちらも並川さんじゃなくてごめんなさいね。お互いで必ず相棒がいない現象がヘタリアでよく起きるんですけど、よくよくあるんですね。まさかそれが形に残っちまう。DVD で皆様にお届けしてしまうというね。まあでも僕たちは誰が来てもあのもう満タンでお届けしようと思ってるんで、はい、杉山さんとだったら真面目な話をしていこうと思います。並川さんとだったら何かしらディスっていこうと思ってましたけど、杉山さんだったら今日はちゃんとしていこうと思います。ちゃんと、はい、ですので皆様楽しみに見てくださいな。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですね、 DVD ボリューム3に収録されている内容について語っていきたいと思います。今回は第11話から語っていただきましょう。はい、それではですね、早速第11話についてちょっとお話ししていきたいななんて思うんですけども、ね、まあエイプリルフールネタと言いますかね、うん、なんか今回その季節物のネタがなんか事細かにあった気がしますね。このシリーズ通してですけど、クリスマスをいじるのも後々ありますし、うん、あった気がする。ハロウィーンもあったし、あったハロウィーンもあの馬鹿試合みたいな感じでありましたね。エイプリルフールな、エイプリルフール、てかエイプリルフールって嘘つきます？いや、つかない。杉山さんって嘘つきます？いや、わかんないけど、それはどっかでね、こう、俺は杉山さんには、ね、嘘をついてほしくないです、うん、俺はだからいろいろこうね、あの人に心配をかけないための嘘とか、あ、なるほどね、大丈夫ですよって、本当はもう右足ずるずる削っててもみたいな、本当は辛いですよって思いながらもう大丈夫ですって言って、受けなくても大丈夫ですって言って撮ってることもありますけど、エイプリルフールスもなんか何が、うん、俺ツイッターで毎年小さい嘘を1個つくぐらいしかやってないんだけど、皆さんってやるんですかね、エイプリルフール。どうなんでしょう、あの日本でエイプリルフール的なネタってどのぐらいメジャーになっているというかね。そうそう、いつからやってるんでしょう。もちろんね、元ネタってのはそれこそ英語圏でやってる、まあ、まあ、そっちでしょうけど、なんなんでしょうね。あんまり実はよくわかんないですね。なんか日本でもともとなんかね、普及してるのかどうなのかよくわかんないところがあるので。すげえ名前だもんな。4月バカですからね。確かにね、直訳すると4月バカっていうね。あ、そっか。この回象いたやつだ。あ、いましたね。これ最終的にあの像誰の像になったんですか。あ、そう、みんなでやったんですよ結局ね。収録の時にいらっしゃらない方とかいて、で、あの種明かりすると小野さんがまさか別売りだったんですよ、全身このシリーズ通してまさかいなかったんですね。、はい、で、今までのヘタリアのシリーズってちょっとしたあの犬とか猫とかって、はい、あのまあ、クマはねちゃんといますけど、はい、そういう小動物系ってなぜか全部小野坂さんにみんながずっと小野坂さんがやるっていう流れがあったんですよ。ですね、僕は鳥がいるけど誰だ小野坂さんですよ。ああ俺やったろあっつってやるのが流れだけど、そのおっちゃんがいなかったから、で誰かが象を振った時になぜか知らないけど俺たちは小野坂さんはそうやらないよって言って、それで小野坂さんだったらパオパオってやつよ。なんかちょっとなんか不思議な方向に行き始めて、何かがやったんで確かに、でどれが採用されてるのか俺は把握してないな。小野坂さんならこうやるってみんなで始まっちゃ う勝手な小野坂雅也という男に対する思い込みを、はい、小野坂雅也がいないところで他の演者に押し付けるっていう、もう会っちゃいけないことがある現場だ。確かになぜかそれが許されればヘタリアの良さだと思うんですけど、で最終的にどれが使われてるのかわからない、わからないんですよね。音だけで判断しなきゃいけなかったりするんで、最終的にどうなったかって、俺なの。ここで明かされる事実。まあまあ、ね、まあ、とりあえずバウンって言ってみたんですけど、それが採用されてるかどうかちょっと、まあエフェクトとかかかってるかもしれないですけど ね、まあ、うん、そういうこととかもうだから結構そういうちっちゃい動物系とかをいろいろ飛び道具としてみんなで遊んでましたよね。でも、うん、楽しかった。確かに楽しかったですね。そうか、今シーズンそうかそうか、11話とは我々はこれに関して話すのは初めてだから、確かにこういう風にね、1年半だか2年近く空いて、うん、演じてみてどうでしたか的な、どうでしたか的なサムシングを言わなきゃいけないらしいですよ。あ、どうだろう。
でもなんかやっぱりもうずっと長いことみんなでやってきてる作品なので、あんまりなんかそのすごい空いてるとか、そうですね、久しぶりって感じはなかったんですけど、大変なやつがまた始まったなぐらいですよね。そうですね、確かになんかちょっとね、テイスト的にね、うん、そう、監督さんがやっぱ違ったりとか、コントの切り方が違うから、う、ね、うん、尺がすごくよりテンポが上がった気がしたんですよ、ね、あ、確かにすっげえ早口が多くなったな、うん、みんなして入るかなって言いながら読んでたりとかしましたね。何回も何回も波川さんが膝からガクッと崩れていく様を見てますから入んなかったっつって波川さんがダーッと喋ってもうカット変わっちゃってる、あっっていうのとか、テストで俺がバチッてはめて、安本君さすがだぜって言われながら本番でガツッて噛んでまた俺が膝から崩れ落ちるとか何人かが膝から崩れ落ちる様を後ろでみんなでこうね、ワイワイしてるっていうのが、おいおいやろやおいってみんなに突っ込まれながら、クソこの現場ほんとミスりたくねえとか思いながら後ろでコリスさんがなんかよほらなんか言ったみたいな確かにそういうのはありますね。まあでもコミュニケーションはもう十二分に取れてる、本当に仲いいメンツなんで、うん、でそうですよ、だから今シーズンから新しいキャラクターも登場して、うん、新しいキャストの方々も若い方とかもいらっしゃってるんで、うん、そういった意味で何でしょう、スタジオの中に新鮮な雰囲気ってのもあれですか、うん、従来からのヘタリアをやってきたメンバーの方々との和気あいあいとしたところと、ね、新しい方々とちょっとなんかまだ打ち解けなんともねられていけて、そこまで全員がこの現場特殊だって顔で見てるからね。もう本当にそうなんですよ、多分まあ、自分も若い頃あって、その新人の時代あったんですけど、もちろんあったんですけど、そういう視点で見たら多分恐ろしい現場だろうな。怖いっすよね、だってミスったらおいとか言われるんだもん言われるし、あーそうとか何やってんのとか書いてないアドリブいっぱい入ってるからここどこってなりかねないしとか、みんなが持ち得る武器を全部持ち寄ってオラーって向かってるような現場ですから ね。だからそういうなんか業界的にとか、まあ、僕らのこととかね分かってないと、あ、なんかすげえことが起こってるってなりかねないですよね。ヘタリアじゃあ12話の方行ってみますか次、はい、じゃあ12話の方の、ね、トークをさせていただきたいと思うんですけども、冒頭のロシア餅とアメリカ餅、うんうんうん、ですが、絵コンテ段階ではもっといろんなバージョンがあったんだそうです。餅はね、なんか、うん、どうしていいか分からなかったですよね最初。確かに、なんかもっとすごいチビキャラ以上にデフォルメした方がいいのか、うん、それともなんかある程度キャラの音声だけで分かった方がいいのかってありましたよね。ただ本当申し訳ないこと言うと、僕は餅も猫もアプローチは一緒でしたねドイツに関してはね、やっぱね、ドイツはもう何回もいろんな取材で言ってるんですが、うん、ボケしろがないんです。あ、でも確かに真面目でかっちりしたキャラほどそういう風にブレちゃいけないんですよね。ブレるとキャラが変わっちゃうからってなっちゃう、うん、ね、確かに難しい。ボケしろがない中で、うん、ああいう飛び道具が来た時にどうすると思った時、やっぱりやることは普通っていう、うん、最初見た時に餅って思って、しかもあれなんか角砂糖みたいなのもドイツ餅じゃんって全然、いやこれダメなやつじゃんってゴゴゴゴゴって硬いやつじゃんだから本当に餅に関しては、まあ、ワンカット入ってくるところとか細かい動きとかのアドリブの音声ってほぼほぼアドリブなんですよね。台本上にないんで、ないからどうするどうするどうする何が正解みたいな。あとたまに現地というかイタリア語だったらイタリア語で書いてあったりした時に読めるっていうふうに波川さんからみんなで調べるとかありましたね。だから僕もイギリス餅をやらせて、まあ一言だけだったんですけど、うん、やらせてもらった時にまあ、ルビッシュっていうなんか、はい、単語で、はい、でテストの時やったら英語の分かる海田さんから、うん、発音違うって言われて、海田さんはルとラの間ぐらいって言われて、うー合ってますか、うん、微妙に違うんだよねって言われながら頑張りますって。またあれも細かく言っていくと違うんですよね。キングスイングリッシュとアメリカのこと英語とはまた違うしI can を I can って言わなきゃいけないみたいなやつですかねなんかそういうね、分かる人と分からない人の温度差みたいなのもあったりして面白かった。でもそれももろもろみんなで話し合って作るから、なんか芝居作ってる感じがするから楽しいんですよ。確かにね、うん、なんかありますよね。なんかこうやってて台本上には一応こうなってるんだけど、うん、あれなんか前のシリーズで笑う時とかニヤ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 そうそうそうにニヤニヤじゃなくてニヤニヤになってましたよねとかで直したりとか、そういうやっぱり長くやってきてるからこそのみんなで話し合って、でそのディスカスも監督さんとかね脚本もだしシリーズの方たちも皆さんが協力的にやってくれたんで、そうですね、ありがたかったですね。なんか、うん、結構テンション高いいいものになってるはずですよこのカメラもたまには使うはい、で今回はイギリスが大活躍のはずですが、やはりアメリカに持っていかれました。大体イギリスが何かやった時そうっすよね、うん、大体僕
ね、なんかこう突拍子もないことやられて一ボケかまされて突っ込んで終わりっていう、そうなんですけどね。なんですけどまたそれがね、また僕シリーズ前のシリーズもそうだったんですけど、うん、皆さん多忙な方多いじゃないですか、はいはいはい、でやってくるとあの僕がボケたり突っ込んだりしなきゃいけないのに、その元となることをするキャラクターの方々がことごとく抜き取りでいないっていう、小西さんですね、小西さんが何かいらっしゃらないから僕一人でこうやってなんでだよ、そうよくあるクソとか、俺はイタリアいないでも今回ちょこちょこ浪川さんに、ね、収録一緒にできましたね。いらっしゃったんでね。今回はとにかくマサイがいませんでした。そうですね、小坂さんね、ちょっと別のスケジュールいらっしゃったんですけど、ね、だその分なんか小野坂さんだったらこうするああいうっていうトークが多かった気がします、ね、だからカンパケ見るの楽しみなんですよ、うん、さあさあ僕らのマサイはどう、僕たちはこう思ったからどうやってやってるんだろうと思って、うん、そしたらいや大体やっぱ予想より1つか上2つ上のステージでやってくるのやっぱすげえなと思って、期待を裏切らないと思ってあのおじちゃん面白いっすわさすが持ってますよね、そういうふうに思ってみたいですけれども、はい、ヘタリア続いて13話、まあ、和の話なんか全然してねえけど、はい、まあいっか、はい、13話とりあえず13話なんて、はい、フィンランドが数少ない活躍できる話なんですが、そうですね、意外に出番が少ない、サンタ話、クリスマス話だ、そう確かにモイモイ話です、モイモイ話で、ね、サンタさんクリスマス系の話にならないとなかなか、ね、出てこないな、そうだ、大人をこう起こすシー君が可愛かった、あ確かに、オリカサさんはもうね、やっぱシー君ってかオリカサさんもう中でシー君とオリカサさんどっちもだけど可愛いんですよ、うん、でそう劇中歌、劇中歌って劇中歌だからなんかかっこよく書いてんじゃねえよ本当なんか歌ってくれ的なめちゃぶりだったじゃねえかってみんなが頑張ってんですこの作品を、そうなんですよ、大ベテランだぞ本当ですよ、もう歌ってくださっててね、可愛かったでも、はい、うん、あれみんなでもテストの時にもうニコーってしてましたね、あいいっすねって言いながら、うん、もい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 相変わらずもいもいだなこらっつってこれもなんか C 君がなんか拗ねてなんか、はい、うん、肩車イギリス化してたんだっけな、違うか、イギリスたちが電話してたんだ、なんかクリスマスの飾り付けかなんかをそうそうそう、でなんか手伝うっていうような話だっただと思うんですけど、でなんかやらんかやらないなんか拗ねたみたいで、だから肩車されてあーってやってるシー君とかが可愛い、あなんか必ずあのシーランドから電話がかかってくるイギリスって何言ってか分かんない、なんで俺苦情言われてたっていう保護者だから保護者だからっていうその流れもなんかやっぱりヘタリアらしくて面白かったですね、最後の最後でそうか、数軸で、うん、サンタはやったけど、まあ、時間厳守、そうですね、うん、ドイツさんは時間厳守、サンタさん時間厳守、でもまあサンタ時間厳守って何時なんでしょうね、なやっぱりこう夜遅い時間っつったってね、やっぱ日付変更線超えてからじゃないイブじゃなくてクリスマスになってからじゃないと、効率とか関係ないけど、ね、靴下に実際入れてもらってました、いや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 、俺入れてもらってたんですよちっちゃい頃、えそでっかいの用意して、まあまあぐらいのやつ、それであこれで自分の欲しいもん入るかなとかって思うやん、そうそう、まあまあぐらいのやつをお母さんが買ってくれて、うん、置いといたらサンタさんが入れてくれるんだよつって、うん、で子供って頑張るじゃないですか、うん、絶対サンタ見てやるとか頑張って起きてるんだけど所詮子供だって寝るっていやまたサンタ見れなかったっていうのを今になって思うと、うん、もうお父さんとお母さんはその頃の俺は可愛かったんだろうねヘタリア、そして14話なんですけども、はい、ある意味ドイツのお当番会でした、なんだかんだ言ってドイツとプロイセンは似てるっていうことなんですけどね、あの几帳面に洗濯物畳んだりとかジムで一見似てないように見えるけど、あこれはねでも演じてる側からするとね認めたくないんですよねそれどの辺がけせせせせせせせってあれね、もう高坂もかわいそうだなあれ実はあれで長いこと笑うのめっちゃ大変なんですよ確かにぜいぜい言いながら笑ってますからねあれね大変ですよね、そっかそっかオーストリアにそうそう、これ結構だって冒頭でもなんだっけな、コーヒーが1話か2話、うん、あーコーヒーがなくてタンポポコーヒー作るのが研究開発するって話がありましたね、うん、そうなんかね優しいですよね、俺は別に優しくする気はないんですけど、まあ、あくまで演じてる側ですから、うん、ドイツという、ね、キャラが優しくするんだったらそれをやらざるを得ないんでねビジネスとしてなんで言い訳優しくしてるんですけど、ね、はあ、珍しくねドイツがボケたり突っ込んだり大忙しでした、ね、アメリカのキャンプに行くやつこれ違う、あれはね、うん、大変だったんですよね、どうやって面白くしようと、普通に言っても面白くなんねえから妙な感じで語尾を上げてみたりとかいろんなアプローチをしてみたんですよね、皆さんが笑ってくれりゃいいんですけど、なんかアメリカ人になりきったドイツのハンバーガーとか大好きでしょっつってっていう
アメリカンスマイルとか、そういう、でもドイツでいなきゃいけないし、アタフタしてなきゃいけないから、結構ここを考えながらやりました。終わった後最後に自己嫌悪に陥るところとかね。でもあれがあるから安心できる、ちゃんとドイツだった、ドイツおかしくなってないやなってないやっていうね。あ、この回楽しかった、楽しかったですね、うん、ヘタリア15話5話に続きフランスの、ああ、これはね、あのね、僕らね、収録の時はこれ6人見てないんですよ。なぜならば、あの小野坂さんと理財役が椎名英里さんだったんですけど、はい、2人はもう小野坂、まあ、椎名さんは来れたのかもしれないけど、小野坂さんが別日だからそこで一緒に撮った方がいいだろうっつって、うん、いなかったんです ね、 そうですね。その2人がいないと何が分かる、いや何も分からないです。で、他のキャラ出て、あの最後にアメリカのツッコミがあるぐらいで出てないの で、 で、ね、いなかったりするんですよね、うん、そのブースの中に。はい、でテストだけ必ず、まあ、ノイズになったらいけないから、あの本番で出番ない人は外に出るんですけど、うん、みんな大体テストは見るんですよ。テスト見てもシーンってして、急に女王がペロペロって喋ってシーンってして、アメリカがペロペロって喋って、あれみたいな感じ で、 で 本番、あの本番の時はそこ全部飛ばしてきますみたいな。だから形になったら、うん、でもさっき先ほど見せていただいたんですけど、うん、形になったのを見ると、うん、なんかちゃんとかっこよかったですね。あ、確かになんかすごい美しい感じのお話になってて、でもあ、いい話だなって見終わって、これヘタリアっていう、俺これ知らねえアニメだなって思いました。知らない新作アニメみたいな。最後の最後でアメリカが一言言ってくれてちょっと安心しましたね。最後の数秒がヘタリアだった。あと何よりトニーがいたことによって、あ、よかったヘタリアだと思って、っていうね。トニーはオリガスさんも兼ねてます、兼ね役ですから。そうトニーも口が悪い、そうトニー、オリガスさんにあんなひどいことさせちゃダメだよ。そうそうそうすげえ人なんだ。本当に、はい、ヘタリア、はい、というわけでお送りしてきました映像特典、いかがでしたでしょうか。はい、まあでも僕、杉山さんはあれなんですよ、実はヘタリア、うん、今ふと考えたんですけど、うん、ヘタリアのメンツの中だと一番付き合い古いんですよ。あ、確かに某新神さんの、ボーボーボー右手がバーンってなったり、左手がバーンって弓チュンチュン打ったりするやつが、あと、そうか、そう考えるとあれが僕ほぼほぼアニメはデビューなんで、あ、そうかそうか、じゃあもう中、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、だから杉山さんと、ね、一番僕あのメンツの中だと一番古いんですよ。確かに、だからでも杉山さんと話すのは楽です。聞き上手なんで聞いてくれるんで、僕らがわーっつっても「そうだねそうだね」って言ってくれるんで、確かに楽しかったです。そうそう、でね、ヘタリアに入ってからも結構もう長い、そうですね、なんやかんや、そうですね、長いっすな、もうみんなじじいだ。でもね、やっぱり長く続けてこられるのはやっぱりこう、ありがたい、応援してくださる皆さんが、本当その通りなんですよ。パッケージを買ってくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。レンタルでご覧の皆様、メガワクバ買ってください。あの、お気に召しました。これレンタル入ってねえのこれ。入ってない。レンタル今入ってない。あ、レンタル入ってねって。入ってない。入ってないって。もうかちゃんとしろ。ね、フロンティアワークスが混乱しておりますよね。はい、ぜひぜひアニメーターの方で買っていただけると ね、買っていただけたらと思います。グループ会社みんな盛り上がると思うんで、アニメーターの方に足を運んでいただくと、あのグッズがいろいろ売ってます、はい、グッズを買っていただけるとですね、あのムービックが喜びます。グループ会社が喜ぶと。何の説明、うまいことできてるんで、ね、うまいことでこう回るように、あとパソコンで配信ながら、あのカチカチ通販でもあるじゃないですか、その時またついでにグッズを買っていただけるとムービックが喜びます。そういうね、大人の事情をお話ししたところで、優しい、そこでバー言わない、やっぱ優しい、まあいろいろね、大人の事情ありますんで、イタリアの本当唯一と言ってもいい両親ですからね、あともう頭バーンってシャツばっかっすからね。とんでもない。ね、というわけで、まあ、今回この新しいシーズンまたお送りしてきたわけなんですけども、はい、うん、まあね、DVD はこの後もね、次の、発売が4回ね、ありますね、続きますし、はい、まあ、その後いろんなまたメディア展開できるかどうかは、またこれが皆さんに支持されるかどうかというところにかかって、簡単な話をします、売れてくれと思いますので、もし、気に入っていただけましたら、そういう、ヘタリア、まあ、DVD もそうですし、原作もそうですし、まず原作ね、漫画が面白いですから、漫画ありきですからね、ヘタリア応援していただけたらななんて思います。学校で入らせてください、はい、職場で入らせてください、勇気を持って お父さんとお母さんにも。はい、というわけでですね、それでは次の第4巻も、楽しみにお待ちいただけたらなと思います。そして、本日ですね、お送りしましたのは、うん、イギリス役の杉山典明と、ドイツ役の安本博樹でした。それでは皆様、バイバイ。今回のヘタリアビューティフル座談会いかがでしたか。次回はいよいよ最終回、最後までお楽しみに。